お待たせどうも、トランジットの原残しです。そして、どうも、トランジット新たです。よろしくお願,しお願いします。さあ、今日も始まりました。はい。トランジットのどこでもラウンジ。うん、今日はメールから行きたいと思います。はい。サムシング飯塚さんからです。ありがとうございます。新田さん、残し、こんにちは。こんにちは。ちは自転車をパクられた新田さんに聞いてほしいことがあります、え、何本当か嘘か分かりませんが、地元で聞いた話です。 自転車のサドルにスーパーのレジ袋をかぶせると盗まれづらくなるそうですなんでサドルにレジ袋をかぶせた自転車に乗る勇気がない私はこの技は有効だと思いますやったことないけどまたハンドルカバーをつけた自転車をたまに見かけますが私はそれに乗る勇気がないのでレジ袋と合わせると最強の盗難対策になると思いますやったことないけどトランジット的こんなチャリは盗まれないがあれば聞かせてくださいじゃあなと わありがとうございますもう新たにその防犯を教えてくれてるサムシング飯塚さんが防犯しないといけない世の中がまず嫌よねとんなよ人のものまずを意味のわからん怒ってるね相変わらず意味のわからんよだいぶ落ち着いてるかなと思っていやもしかしまだ帰ってきてないのよ自転車があまだ取り入ってない結局ふざけんじゃねえよ本当に結局ずっと妹のママチャリに乗ってるわまだ なあとねそれ乗り出して思ったけどママチャリって最強マジで乗り心地いいし速いだあれじゃないあとやっぱ買い物した後とかさ、うん、絶対ママチャリの方がいいよ、ね、カゴねカゴってやっぱでかいもんいやでもなんか俺やっぱママチャリバカにしとったけどやっぱ学生時代に乗っとったママチャリやっぱ最強やったなと思っていいよね万能よねそうそうでもきついやろママチャリの方がいやいやママチャリの方が楽あそう全然マウンテンの方がきついだってマウンテンの方がこがないかもタイヤ太いし進まんから 俺でもマウンテンなんよ。いいんあの、あれじゃなくて、ロードバイクじゃなくて。なるほど、ね。タイヤが細ければめっちゃ進むけど、太い剣、その、一こぎで、マジ5センチぐらいな、ね、よ。 全然全然一こぎ五センチマジ全然もう取り行くらお前もいやいやそうでも取りに行きたいのよ俺はそれで足腰きたわってるからこれあのあれ草野球チームの真水に生きてるからねその俺急速上がってきてるから下半身トレーニングやったんやそうそうよチャリはそれも兼ねてやってるから大事なことよねだってジムにあるぐらいやけんねでもサドルに 確かにビニール袋はなんかその下が<れ>例えばぐちゃぐちゃになっとるとかべちょべちょとか腐ったりしてるんじゃないかと思って<ー>乗らんってことやろなんかシンプルに追加で自分のものがあったらやっぱ心理的に取りにくいよね。とかもう嘘を書くとかねもうシールで例えば GPS 埋め込んでますとか。<ー> <laughs> チャリにいやそれさ「トラーレン」に対しては最強かもしれんけど、うん、普段がきつすぎん,なんでめっちゃはずいやん。GPS <G BS S 2> 埋,埋め込んでますけど大丈夫ですかみたいな書はずすぎてそどこにあるそれを。 サドルああ乗っ取るときは見えんからああ乗っ取るときはいいなそうですよでもこれいいかもねこのスーパーのレジ袋そうねやってみたらなんかその傘とかもさなんかあの買い取ったりとかしたゃ取りにくいまあまあだけど段はあのハンドルとかにつけ取って降りるときだけそこにかぶせるみたいな面倒くさなんでそこまでしないかの俺ら側がそれを面倒くさいからみんなやってないのよねそうでも確かに盗まれんなそれはうん あとなんか普通に「あなたの両親が痛みませんか?」みたいなそのメッセージ性のある言葉を書体もあの習字で書いたような本当もう。 魂で訴えかけてる感じのシロ張り込んでいやいいですと取るなら取ってくださいとただ私はどこまででも追いかけますってか <laughs> けはパクられないと思います相手の心にダメージを与えるようなそう文を書くという,う,うまあ盗まれるときは絶対盗まれるけどね <laughs> そうねそういうのを気にせんもん盗む人って <laughs> 確かに言っちゃうもんね,ねそうそうそう,そ,うそれに気づかず盗まれるかもしれない、ねえー、ありがとうございますありがとうございますこれを活かしてあなたは今後対策していきますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、いやもうこのトランジットのどこで ラウンジはねもう皆さんからのメールこれを募集しておりますはいでとにかく俺らは全部読みますメールを <laughs> 全部喋ることがないから全部読みます全部読むはい あの喋ることがないに対して突っ込んでもらわないと本当にないって思われるから仕事を全うしてください <laughs> いやでも結構本当にそにメール頼みなとこもあるからいないわ全然そ,ううそれを訴えとしてやっぱりこう言わないといや,いやでもメール頼みというか普通にこうやってリスナーさんのメールと会話できるのが楽しいじゃないこの時間がそうってかめちゃくちゃねいいメールこういうその自転車のメールとかもめっちゃいいんですよ、うん、これ広がるというかね、うん、これはもう話したいことにつながるからそうそうそうこういうのをぜひ送っていただきたいですねうん シンプルな感想でで構いいまませんのでんぜひよろししくお願いしますラジオ聞いてどうみたいなのをぜひ今後とも皆様よろしくお願いいたします、はい、メールアドレスは k o r ク r k b r j p k o r ク r k b r j p 全部小文字になっております皆さんからメールお待ちしてますよろしくお願いしますそれでは今日も始めていきましょう KOR トランジットのどこでもラウンジ KOR ポランジットのどこでもラウンジはいはいということで皆様改めましてこんばんはこんばんはこんばんは確定でいいですかこんばんは確定じゃあ俺は「おはようございます」の人用に言うと「おはようございます」「<laughs> おはこんばんにちは」ということであヨネさんのやつやろそれ <laughs> さっき聞いてたやつをそのまま <laughs> これあの YouTube のやつです、うん、あそうなんです、ね、YouTube の挨拶ですいや俺今日ちょっと言いたいことがあって何ですかあのー 全員でちょっともう本当ルール化しましょうっていうことがあります。この、全日本で飲食店の大盛りの量を統一しましょう。俺はふざけんなと思ってます。いや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 、ふざけんなよ。例えば、店の人が一杯目というか普通サイズを1とするじゃないですか。うん、だから、腹にとって大盛りって何倍ですかまあ、2倍。 1.5倍から2倍 ?1.5 倍から2倍じゃないです。1.5か2はえらい違いです。<laughs> 俺はここを今話したいんです。<laughs> それは分かってるけどどっちですかじゃあ1.5かな。そうでしょ。俺も1.5なんですよ。大盛りって。大盛りといえばそう。でも2のとこもあるし、下手すりゃ3のとこもあるんですよ。で、<ー>下手すりゃ1.2倍のとこもあるんですよ。ああまあまあ。それだったら、例えばラーメンだったら替え玉したほうがマシとか。 例えば、えー、もう一品頼んだ方がマシとかいろいろあるんですよ、うん、でこれ1個目の量は調整できないからメニューに「大盛り」通常の倍ですとか書いてある店もあるじゃないですか <laughs> ある、ね、そしたらどんだけお客様が分かりやすいってなるかあ<ー>分かりますかこれいやまあ言いたいことは分かるけど。俺パスタにに行った時に、うん あの大盛りしようかも迷うんですよ特に昼ってなんかこうたくさん食べようかなでも俺なんかこの、ま、昼であんま入んないしなどっちかなって迷って、うん、あじゃあ大盛りに行こうかなと思って「うん、大盛りで」って言ってあかしこまりましたありがとうございます」って言って行って出てきたら一緒に行った人の。 2.5倍ぐらいあったんすよええってなってそれよマジでえこれえ俺と大型犬かなんかが食べますか一緒にみたいな大型犬の餌も一緒に入れてますみたいな量が出てきたのよいやでもさそれはだけあ新たにとってはやけどそれをめっちゃ売りにしてる店もあるわけやんそれはだって有名なはずやし書いてるはずや大盛りがこうですよみたいな何もしよこれ俺が大盛りで男の子で2.5倍で食べられたとしますただ女の子が ちょっと今日お腹空いてるからと思って大盛りして1.2、うん、倍の気持ちで頼んで2.5倍来てみ3日何も食べんでいいよそ,ののいやいやそんなことはないよそれぐらい違うさですよねじゃどうですかお姉様方はスタッフさんのまあまあまあ,まあ,まあ、ね、何倍と思って西津さん何倍と思ってます大盛りは1.5でしょう莉<あ>さんは1.5でしょう山崎さんは 1.5でしょちょっと待って待って俺ちょっとなんかさお前の圧にやられてない何かみんななんかその1.5って言わないかみたいないや2倍でもいいじゃんこれはいいの ?2 倍であってもいいのただんかもうびっくりしてたよなんか俺はねなんならバラバラの方がいいのよ答えがほらみんなに差があるでしょだから統一しましょうよというこのボクシングの階級と一緒そんなにやったら分からんよって もうううでも結構細かくさ分けられてるとこもあるやんそれは分かりやすいきやん牛丼のね<で>そう,そうもうそれはそう分からんかったらもうその木から聞いたんよそれからで店員さんにそう次の店で別の時に何倍ですかと大盛りは、うん、そしたら「1.5倍です」ですよねって言ったら <laughs> ですよね「はい」って言われて「ああいやいやじゃあ大盛りで」ってでこういうパスタ屋さんもあります「あの大盛り何倍ですか?」って「2倍です」って「あ2倍かじゃあ大盛りやめときます」って言ったら「 元が一じゃなくて零点五やって、<laughs> ちょっとおしゃれな感じで、あのわかります？いや,いやこれえ俺病人やと思ってますみたいな量出すんですよ。無理。三巻パスタ三巻で、無理無理。お腹の胃袋。 無理お前3巻で昼終わったことないやろいやないけどそれやったら最初に通常が0.5ですってそれが1なのそのお店のこれじゃ一1なら通常の店の0.5ですけどうちは1と思って出してますってカッコ閉じてくださいそんなん書きたくないやんいや分かりますこの感じそんなんいや分かるよ分かるけどそんなお店側もいちいち書いてられんって、うん、例えばさチェーン店やったら何回も行くから分かるじゃないですか、うん、でもそれおしゃれなとことか例えばどっかのカフェとかってもう一発一発 しか行かんことだってあるやん。例えばロケ先とか旅行先とか。はいはい、それでもうたまらんよ、ショック受けてさ。ないですかそういう経験逆に。いや、まあ確かに大盛りが予想以上に多かったことはあるけど。<ろ>俺はでもそこに疑問を持ったことない。いや、俺もうちょっと大盛りを統一しようという漫才を作ります。 はい拍手ありがとうございます拍手大喝采であり漫才で作っても誰も統一してくれんぞ漫才で作るやったら本当にでもマジで俺はそのショックなのよ何そのじゃ2.5倍じゃきたじゃないですか食べた食べるよそれ無理やりだって俺のお金を払ってるからじゃあもう我慢せよ嬉しいやんサービスとして嬉しいって言わもちろん喉ぐらいまで来たよ最後飲み込めなて胃袋から突破して喉ぐらいで 喉でテイクアウト紙っ,っていうかその皿じゃなくて喉でお持ち帰りした <laughs> であのペリカンの原理でしょで口に溜めてちょっとずつこのいい消化していってで喉でお持ち帰りできたんやったら、うん、そのあと楽しめたけいいやんいやもうずっと吐きそう, <laughs> そうふざけんじゃん人間って喉でお持ち帰りするようにできてないけん体 本当にきつかったね俺2.5倍持ってこられた時はもうじゃあ統一してくださいってことじゃいや統一してるだけその統一というか書いてほしいのその,<ー>その通常の1.5倍ですとかで通常の写真も載せるはい、はい、で分かりやすいに横にホークとか置いてほしいよめんどくさい,くさいホークとか置いてあ大体この皿のサイズでこれぐらいの量なのかっていうのが分かると もうなおよし言ったらお前みたいなのはマイノリティなわけよもう少数派なんよもうお前のその考えはでもこれね言ってないだけで多分いろんな経験者がいると思うのよ原君だってあったんでしょ以前にあ俺多すぎるなみたいなまあまあまあでも嬉しかった嬉しさが勝ったじゃあ少ない時はどう大盛りしたのに1.1倍ああまあこれ大盛りからみたいな時はあったよそうでしょってことは大盛り頼んでもいいですが1.1倍ですよってカイドとよそのメニューしたらこっちは2品頼むから わかりましたじゃあ2個頼みます内輪とわかりますかいいやもうそれぐらい許してあげようよだからラーメンやったら替え玉できるけいいやんもういいやわかるよラーメンはだいたい基準決まってるからさ、うん、じゃあこれは許す許さんじゃなくてその我々人間が、うん、その幸せに生活できるために、うん、俺は提案を一つしてるんですこのちょっともうちゃんとしようよっていうもう俺もう俺あれショックなよ。俺ほんとね食べると すっごい人生の中でウエイトが大きくていやそう、まあ、食べるのはもう本当にもううるさいからねた肩回して行きましたよ、うん、今日も今日も行きました昼今日は何でも今日は大盛りした今日はいや今日はですねあのちゃんと分かりやすいように書いてあったんですよ今日はあのお寿司を昼食べに行って糸島まで、えー、今日今撮影が4時じゃないですか、うん、でお昼にもう行ってちょっと有名な並んでるところがあると塚本鮮魚店っていう有名な糸島のお店で、うん、そこの 本当とに1 0 0ル先にもう1店舗あるんです同じ店舗がで1店舗は海鮮丼メイン1店舗はお寿司メインみたいな分かれてるのよで僕が行ったほうが握り塚本鮮魚店っていうそのお寿司側のめっちゃ美味しそうそうなんですよで昼見たことあるかもめっちゃ豪華なお寿司で天ぷらついてチャンをしついて1780円だよめっちゃお得で量もパンパンもうランチで大特価みたいな大特価みたいなことそれは僕はもう本当に満腹感で 写真もあったし何巻って書いてあって天ぷらの種類も書いてあったんですよこれだと安心して頼めるなって今日は思ったんです僕は想像できますからそう言うのそれは店員さんから言わこれでお願いしますつって分かりやすいですね意味分からん入って聞かれ直されたよいえいえこっちの話です最悪やんせめて言えや分かりやすいですねって言ったんやったらなんでそこでお前側が閉ざすんでもなんかよく分からんけどありがとうございますって聞かれていって <laughs> いやだからもう怖いやつやと思われてもうやばいやつこれ以上関わったらやばいやつやって <laughs> いやだからそう分かるお店はいいんやけどねっていうことねこれを聞いてるその飲食店の人 <laughs> そうお願いしますあのホン写真載っけなくてもいいからその「1. 点何倍です」だけ書いてほしい大盛りかっこ1.5倍ですとかまあそれかじゃ明確にじゃ店員さんたちに共有してその聞いた時に教えてくれるようにしてくださいというそうそう,そうまあ正直グラムで書かれても分からんし <laughs> 俺は計量機持ってね歩いてるわけじゃないしそう。わがままやし1 0 0ってどれぐらいかわからないじゃないですかお前もいくらお客さんでもどっか我慢せないかんとかあるからステーキじゃあるまいしグラムグラムで買いとうとこ良心的やと思うよ俺はだから1点何倍を僕は推奨したいと思いますすいませんこのめんどくさいお客さんがねこういうのは世の中にいますんで自動販売機でアクエリアス買おうとするじゃないですかそしたら夏とか今だけ600ミリっつって上乗せになった部分だけラベルの色が違ったりするじゃないですか 分かりやすいあこんだけ上乗せになってるんですよってあれなのよ飲食店に必要なの無理やってメニューでその状態見せるのは厳しいやろいや点だ,だけそのお皿1.5皿とか書いとけばねえかわいいじゃないですかその写真のマークでありますよその辛さでで唐辛子で示すじゃないですか合コ、うん、中何個あれを普通にやってください皆さん <laughs> そしたらもっと消費者が喜びますもっとお店に人が増えます <laughs> めんどくせえやつ他に意見を聞きたい方があればあのメールください僕が何でも、うん、これ聞いてる飲食店の人多分もう来るなと思ってる <laughs> か俺が今後どう望んどるかそうそうもうお前みたいなやつが来んじゃねえ聞いてるあなたの店明日行きますからね嫌 <laughs> だこんなん聞いて来てほしくないわガラガラ声僕ちなみにお店行く時は大体あの電話してから行きますんであの混んでるとか閉まってるとか目の前で行くの地獄なんであそれやガラガラ声から電話変わってきたと思ったら心してくださいそういうやつなんですよすんませんもう もうほんと気をつけてください<む>飲食店の皆さんあなたが来ます大盛り気をつけてください大盛り頼むよみんな本当に <laughs> キングオブレディオトランジットのどこでもラウンジまあでも伝わったんじゃないあなたの叫びは伝わったんだよ嬉しいわまあよかったと思います、はい <laughs> よろしくお願いします飲食店の皆さん次行きましょうか <laughs>、はい、行きましょう行きましょうそれでは行きましょう、はい、花の95年生まれトークしょ。行きたいと思います今回は、うん、英心館でございます出ましたねこれ皆さんご存知ですか我らが超エリートを生む <laughs> 高校受験、主に高校受験をやる塾でございます。<laughs> でもあれよね、多分その九州エリアにしか多分ない、ね。ああ、そうなのかもしれんね。<ー>てか、福岡エリアが多分主なんだと思う。ああ、そうなんかな。やと思うけど。東進は全国的にあるけどそう,そうそうそう。妊娠は多分ね、ないもんね。まあ、中学のこれはなんか95年生まれトークというよりは、うん、てか、俺らがちっちゃい時とかあったのかなっていう。 そっから今も多分もっと大きくなってるのよ塾としては自分たちが行ってるだけなのにねそうそうそうでもトランジットのとこでもラウンジなんで我々が育ってきたことを言うのはいいことですからいやこれねなんかもう本当少ない人に刺さる可能性もあるしね結構でも俺らの世代行ってる人多かったと思うけどなまず遠心感っていうこの塾が俺と原のお笑い芸人としてのスタート地点なんですよまあまあまあ言うなら だって俺と原は小学校中学校は別の学校だったんですよで高校で一緒になるんですけどその高校に入るために通ってた塾が栄心館、はい、で同じクラスになった時に初めて授業を一緒に受けたんですねその時にもう本当に授業が進まないぐらいあのボケやってあの面白いことばっかり言って天才中学生が来たなとお金を払って天才中学生が来たなって。もういいやん もうい,いって <laughs> そのスタッフの女性の方の目ばっか見んなって怖くなってそんな言う時やめてよもう俺の目だけ見てしゃべれよ <laughs> いやお前も不安な目するやん余計に不安なんだこっちが <laughs> いやはずいから順にいやただその遠心眼というところでまあよくねあのふざけてたんですけどもここ一番のなんか俺のイメージとしてはとにかくエリートを生むのよ いやまあまあまあ確かにその頭いい人が入ってくるし頭いい人に育て上げるプロなのこれクラス分けっていうのがすごい特徴的で一番下が A2 その上が A1 その上が S2 その上が S1 その上が特 S 特 S の上が TZTZ の上が GTZ っていうこの中学生を。 カーストにに分けるんですよ <GT Z S 2> 階級 GTZ はグラウンドトップゼミかなそうみたいなのがあってそれは天神とか歌詞とか小倉とか決まったところにしかないんですだから俺らみたいな宗方の地元の田舎から、うん、中学平日に天神まで通ってたことがいるんですよその勉強するためだけにあ,あなんか天神校に行ってますみたいな子もおったもんね GTZ 天神校から周遊館福岡高校、うん、そうや施設とかに行くんですよ ああその階級の中で俺らは真下の方にいたわけですよ。S,、うん、<S A をうろうろして特 S に一回も上がってないやろ。いや,いや俺はそう S1 俺も S1 が最高だったし本,本当に特 S でももう復興とか、うん、あの国楽高校とかいけるレベルのちょっと頭のいい でも感じ庭にしてたのは S2 よね我々がそう庭にしてたのは S2 なんですよ我々が庭にしてたのは S, <S 親に庭 S って言ってました <laughs> 親に庭 S ってて <S, <laughs> <S, S の中でくらいが分けられてるとも親は知ってないただこのねなんかもう今こんなん言うとあれやけど、うん、その S2 という環境がその一番ちょうどいい一番いいですよあの我々にとっては見下せる人もいるし。<laughs> したいわけじゃない。授業も楽しいし、<laughs> 別に大して勉強もせんでいいっていう、一番いい環境なんですよ。<laughs> 大して勉強もせんでいいは。見下したいやん、だって、時には人しかないし、見下したいわけでもないけど。<laughs> じゃ、どういう意味で環境がいい。言ったら、そのさっきあなたが言ってた、うん、そのなんか、ふざけても、義理許されるライン。あ、まあ、は,はい、はい、はい。なの、なのかなと、当時は思ってた。でも、そのお前のふざけてもいいみたいな感覚は、俺知ってる範囲で、五人英心感やめさせてるから。<laughs> 俺、後々聞いたんですよ。女子、えー、三人、男子二人。俺んとこ来て、よく原くん、なんか原くんと仲いいんだねみたいな。あ、仲いいよっつったら。 私僕原君がうるさいから勉強にならないからえいしんがやめたよっていやもうそれは言う人知ってますいやこれは本当にもうその時は申し訳ないけどもう必死だったのよねなんか俺らも人を喜ばせることにそうやっぱ人気者になりたい当時、うん、やっぱそれでやっぱこう面白ければ人気者になれるんだって俺ら本気で思ってたからいや今も思ってるよそれは今ももちろん思ってるよ、うん、でもそれで俺もう本当先生に呼び出しされたことある あるね俺ちょっと三者面談俺だけめっちゃ多かったもん <laughs> あそうそう面談とかもね学校,学校より塾の面談の方が多かったんやけどそうそうあるんよねここはどういう場所か知ってますかううみたいなやつ俺はもう完全に個人面談でんかもうでっかい教室に一人で呼び出されてそのお前のせいでそのもう本当に落ちる人が出てくるぞみたいなことを言われてその学校で言われるやつやけんねそれいやそうなんよ 塾では言われんけんけねあの時にでもやっぱ気づいたあなんか逆に当時はあなんかちょっと煽られてるんじゃないかともっと言っていいってこといやそう思う。振られてるってことで分からんけどなんか俺の当時のねここの感想やけど、うん、なんか振られてるんじゃないかと思ってやったらさ,らっったらさもっと偉いなんか学長みたいな先生、ねうんはい、中村先生、ね、中村先生 <laughs> にめちゃくちゃ怒られたそのあ怒られるわあのラグビー部出身の中村先生ね <laughs> うん、懐かしいねそうでもねこれ本当個性的な先生とかも多くてそう本当当身って皆さん描けると思うんですよ、うん、の各教科に特徴的な先生がいるの中学校バージョン死ぬほど小テストあるんですよ あ,るあの,あのほん一1日何回やるっていうぐらいいやでもそうねでもでかかったと思うよねだってさ学校終わって7時ぐらいから行ってさ、うん、10時ぐらいまでそこからもう3時間ぐらいあったよね授業あったあったあった7時から8時8時から9時9時から10時みたいな10時ぐらいまで多分1日はあったんじゃないかな、ね、で部活終わりとかに来てたもんねもうそうそう要はあのバスケ部とかバレー部がもうねあの部活のチームのジャージ着たままに来て、うん、もう部活動生の匂いであふれる夏とか めちゃくちゃ英神館らしいなんか学校スポーツ部活と塾を両立できるが塾みたいな歌い文句で文、ね、部両同みたいな懐かしい感じでやってあの覚えてます、うん、英神館のあの冬季講習の合宿は覚えあのでっかいバスに何台もあの人間扱いされないような感じで詰め込まれて <laughs> イメージ的には背中をこうバーン蹴られてほら乗れよお前っ乗らされてるお前イメージです俺の。で乗ってホテルに行くんですよそしたらもう2階2フロアぐらいもう完全に遠心感が陣取っててでっかい宴会室みたいなのに大量の椅子と机と。 いろんなものが並べられていて、うん、そこで「はいじゃあ席ここです」って決められてそこの5日間でもクラス替えとかがあるんですよ毎日の小テストであれは地獄よで喋っていいのは休み時間もダメです喋っていいのは部屋いやえっとね多分<ん>ゃっちゃ部屋でも喋っちゃダメだご飯の時と何かの時だけとあ温泉だお風呂は喋っていいみたいな勝手に喋るしそう言われんでも人間やしこっちかて。 でもやっぱこう当時やっぱそれでもさギラギラしてるからさ俺はめっちゃふざけて初日の1時間目終わりにもう廊下立たされたんですよそうそう,うわあったねそんなことも親が金払って塾行かしてもらって合宿行かせてもらってるのに、うん、俺ら気づいたら立ってたんですよ廊下にもう当時その分かってないもんその親のありがたみなんてそうなんならちょっと遊べると思って行ってるしそうそうそうもう旅行よね俺らの感覚化したらそうだからしかも俺に関してはめちゃくちゃ勉強したいんです結果的にしたし合宿も行ったのに あの全く勉強つかない推薦でで高校入ってるんですよ俺 <laughs> 野球推薦であの関係ないんですよ俺塾俺なんで行ってたんと思ったしいやこれもですよ皆さんなんか本ん新新がか偉そうに塾どうのこうのとかなんか投棄講師で勉強してましたとか言ってました,してましたもんだってこれはね本当俺はもう今でも忘れない <laughs> その新たは推薦ですけど、はい、俺はあの現役で。 現俺も現役ごめんなさい現役というか一般でしょう一般、はい、一般入試で僕は村方高校にねあ一般の方か一般の方って言うなお前 <laughs> 努力された方ね一般でね入ったんですけどやっぱその推薦にしていつに決まるっけ僕は2月の前半にはもう決まりました中旬ら2月前半かで俺あのお前らが3月10日とかやね3月でしょだからそのもう2月にだから新たは決まってるんですまあそうね村方高が行くのがいやそしたらねもうこれは塾なんか来なくていいんですよ行かなくていいですよ受かってるいや行ってないですよそしてなのにこいつは なんか俺らのいよいよ最後のなんかその前日ね試験の前日かなんかにふらっとなんか顔出して「なんか頑張れよお前ら」みたいな「いやマジお前らなら絶対大丈夫」「うん熱いね」俺「熱いね俺はもう先に決めてるから、うん、いやお前らなら今までやってきたことを信じて頑張れよ」「誰が言うと <laughs> <laughs> いらん お前からそんな言葉はでも当時ね俺新たにそんな言える関係性じゃなかったんだけどこいつはもう俺のことを尊敬してやまなかったで、ね、こいつ中学の頃まではギリ尊敬できるレベル義理って何だかギリ尊敬できるレベルのラインの人間 <laughs> キャプテン生徒会長ねそうそれもあったしなんかやっぱ真面目なとこは真面目まあ,まあ,まあそ。まあそれは今もそうなんやけどギリ、うん、やっぱ尊敬してたからあギリあり,ありがとう新くんありがとう新くんの事件はねまだ新くんって言ってうんくんの事件はね新くんありがとう ってくるねとか言ってで後でなんか友達と「あいつ何な,な,なんあれあれあれ,あれ何だってじゃあこれはね裏話があるんですよ、ね、僕が1か月前に高校決まっててもう本当に遊びまくってていやそらそうまあそれはいいよそうそうしたら衛進審の塾長がも俺のこと大好きで、うん、新たとあの前日来て。 みみんななにカツを入れててやっほしいみたいた言われたんだそうでしょい言われて来てほしい「いや待ってください」と「俺は来られたら俺だったらムカつきますと」とそう,、ね、そう絶対嫌です」って言ったら「<ー>いやいや今のこいつらはもう勉強勉強になってるからお前の顔見たいはず」とか言われてでしかもそのちっちゃい塾じゃないんですよもう100何人いるんですよ同じ学年だけで200人とか「本当ですか?」みたいな「いや分かりました」って言ったらこれですよ <laughs> 俺の言わんこっちゃないのいやマジで一つも待ってなかった誰も何もお前の言葉なんて<う>。<laughs> <laughs> でも女の子たたちももいてん俺でもあれは楽しかったのがその合格発表来たあの推薦だけ先に来るからって時にその一般入試の合格発表が3月20日ぐらいにあるんですよ柔軟に書が時に俺らもう完全に番号があるわけですよもう決まっちゃってるからけどこいつらは腹立ちはないわけですよそわそわして来られてたので緊張してるんだろうなと思ってそれは楽しい。<laughs> 楽しかった俺見ながらあの推薦の合格者が1番から60番の中から、あれ120人受けたのかな推薦なんかめっちゃ受けて推薦のことあんまわからんもん定員30人やったのに60人受かったんですよ推薦ででこの木は熱いみたいになってほぼ推薦やったんですよでそいつらもワチャッチャいいおのりもう腹立ちはもう静かに親御さんとか友達と見に来てもう俺ら確定で番号あるからもう全然もうジュースとか飲みながらえそん時も見に来たって だってだそれは俺は初めて張り出されるけん<あ>それで本当の合格通知やけん知ってんのにねそうまあでもあボケながらでお友達とあのバスケ部の一緒に先生を受かってやないかもしれないない可能性あるよこれうるせえわお前あるよない可能性とか俺の友達お前俺3人で見に行って3人中2人向かって1人ないんだ <laughs> タクヤお前言うなって九州高校に行った松田拓也に言うなって松田拓也サッカーうまい松田拓ヤのこと言うなよお前今ワンホールの会社で働いてる拓也でいいってお前え <laughs> いや懐かしいですね確かにね栄進館は思い出深いとマジでホントちょっとトランジットのルーツ的なところもあるからそうね赤間校でちょっとこの前言ったけど綺麗になってたよ下のところがあそうまだでもやっぱ多いんかないやが多いよだって栄進館なんて市内でもめちゃくちゃの幅利かしてるよあそう、ね、福岡高校何人なんとかの高校何人みたいな塾によってはその高校の名前まで書くんだっていうところあるけどホント栄心観に関してはもうトップレベルの高校しか書かないからね で何やに高校に入った何パーセントは永新感性ですみたいな高校見るでしょそう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 福岡高校の30%はとか56パーセントだからね50%って書かれたらはあってなるけど56パーって書かれたらマジだなってなるまんまとやんお前56パーうまいの英新感でやっぱ賢いからねあれよ歯磨きの CM と一緒やぞ歯ブラシこの98パー買えとけば信じれるみたいな99って9は信じれんもんね98パー2はもう素直やなお前ってなるもんね2で残りをねあれ何だろうね ねみたいな効果よね。えー、あれあれの感じよね。まあでもね、まあ推薦にしろ、まあ一般にしろ受かったのはまあ英進からおかげと思ってますから、まあ、我々も。そうね。だから <laughs> 唯一俺がやっぱその三者面談で英、うん、進館の先生厳しいなって思ってたのが、その俺あの東筑高校って書いてたのよ。ああ。 なんかか行きたかったっ、ね、そうで東畜高校は福岡高校小倉高校に並ぶ超進学校野球も進学校の中でも一番強い、うん、で有名な選手も多いし野球の、うん、ってなるとやっぱどうしても桐畜行きたかって俺が「桐畜」って書いたら先生が「お前はバラ色の人生しか考えてないのか」って中学生に言うような言葉 <laughs> いやそりゃそうでしょバラ色の人生だけでいいもんなでそう何がですかって言おうとしたら両方で俺,俺両親来とったの3社談に四んか4社やって。 両親がすいません!」って頭下げて「<laughs> なんでなんで?」みたいな「なんで謝る?」みたいな「いやいや俺行くよ地区に」って言って「えー、この前あった当地区模試の結果はこれや」って出されたその場で当地区模試で56人受けて俺理科偏差値17やったの、ね、よ <laughs> 聞いたことありますね偏差値1750が平均であれって偏差値多分ね35とかがギリなのよ出るの、えーね、17みたいな、うん、60点満点の3点です」って言われて「<laughs> 今回はレベル優しい方でした当地区模試の」とか言われて。 親父からその前叩かれて <laughs> でも俺もさあんまりそのなんか盗竹の新たな盗竹区ばかりできんのが、うん、俺もその早稲田佐賀を書いたそう書くよね書きたがるよね俺ら早稲田佐賀書いた時俺もその判定返ってきて、うん、星やったけど <laughs> <laughs> 見たことないあの D とか ABCDE の下に星があるんですよ星はもう,うあの測定部の 星って普通に言ってもわからんけん、<laughs> ちなみにだけど、<そ>俺らやけはわかるけど、星はもう測定不能。だ要するにハテナみたいなことなんですよ。言ってしまえば、でなんか <laughs> A 判定が80%以上みたいな合格、で B が60から80点分かれてるんでしょ。でなんか E が30%以下なんですよ。じゃあ星は何？<laughs> <laughs> いい、e、30倍以下でだから測定不能なんや星は何 <laughs> 星分かるあれがもうほらでそうだって星ってさ一瞬だってあっ完璧なんかなと思うて光ってるってこと<う>いいのかないけるんやで<と>せめてものを励ましない星が。 お前はスターになれるぞと <laughs> だって胸コしで早稲田さんが星で星完璧なわけないと思ったか、ね、当時ね星あったないや,いやでも素晴らしいほんと進化は塾です間違いなくあの完璧なカリクラムで力はつくのよ先生たちもすごかったからそうで楽しいしね、うん、あのい1個ラスといいめっちゃイメージのってるのが理科の先生があの <laughs>

胆のとかから出る物質とかを覚えやすく表に書いてくれて大胆水腸出たし出たし出たっていう言い方で覚えるんですよ。で「水腸って入ってるから、ね、水の鳥」で覚えろみたいに言って「あちょっと待ってお前ら自習しよっていきなり教室出たんですよ。そしたらあの鶴というか水腸の格好をしてきてそした白タイツに。 顔が出てる鳥ののワンンピーーースボクレを皆さんイメジみたいな服をコスプレしてきてほらこれで覚えるぞでも全員40人大爆笑中学生の心一発で掴んで今でもだから大胆水イ出たし出たし出たを覚えてるそうとあの情景をねそうあの情景しかも踊ってくれるんですよ鳥みたいに大胆水鳥出たし出たし出たみたいな感じで手つきでバーンって最後ホワイトボードで手打ってってみたいな。 ま体熱よ、ね、そうでも横の数学の先生びっくりして「えみたいな「そうそうあ、授業中か」みたいな感じで俺らがふざけてるかと思ったら<う>まさかの大道先生がふざけてるというこの先生がとかがほんとそういうなんかキャラの濃い先生が俺らを勉強させてくれたよね大体水中出たし出たし出たは覚えてるけどそれが何かは一つも、ね、<laughs> そうんだねそう 何の子のところやったかも分からんし中2か中3で習ったのも分からんし <laughs> でもその当時は覚えてたよねそれでねいや覚えてたはずやけどねああい,いやい本当になんか素晴らしい塾なんでだから今中学に行ってたり小学校に行ってる生徒さん方の親御さん聞いてたら衛進館行ってもらいたいと思います館、ね、の方 トランジットはエーシンカー出身でございます。そう。ぜひ。最近なんか CM 減ってません？なんかなんかあれかあれかコストとかが高いもんね。でもでも芸人を使いたいみたいな話になってるという噂を僕。しかもなんかね若手だしそんな別にお金も払わなくてもね。芸人全然。エーシンカーのおかげでここまで来れたし。いや本当そうよルーツだからトランジ本当待ってますんでトランジット初めての CM お待ちして。ダメよ俺ダよ俺バスにぶち込まれたと言っても。 ダメ最悪だ。お前のせいやんじゃん。<laughs> ダメやんかじゃあ本当に。<laughs> でも楽しかった英神官はね。今日は英神官トークでございました。はい。皆様ありがとうございました。 ということでこのままエンディングでございますありがとうございましたさあ今日はちょっと長くなりましたねはははいはい、はい。お付き合いありがとうございます本当あ,あの冒頭でも言いましたけど皆様からのメールたくさんお待ちしておりますのでぜひ、はい、送ってくださいそして我々普段はですね福岡ペイペイドーム横ボスいいぞ福岡七階の吉本の劇場吉本福岡大和証券コレクト劇場であの普段漫才とかをやらせてもらってますのでぜひ、はい、そちらのスケジュールを見てね遊びに来ていただければ幸いでございます、うん、よろしくお願いいたします はい、それではメールアドレスは KOR−RKBR.JPKOR−RKBR.JP 全部小文字になっておりますので皆様からのメールをお待ちしておりますあなた最後言い残したことないですか大丈夫です大丈夫ですか皆様今日もお付き合いありがとうございましたそれではトランジットのどこでもラウンジでしたまた来週中学時代感じてたよ遠心感の安心感 <laughs> いいですねいい CM 落語家の立川です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組「立川賞誌のニュース落語」もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで立川賞誌で検索してフォローお願いします また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで「RKB ラジオ立川賞司金サイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川賞司のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川賞司のニュース落語どうぞごひいきにめちゃくちゃお得ですからねこれね ああ毎週考えてんだよ。